丸十製パンとは、日本全国に、のれん分けとして展開した丸十製パン店における、製法の名称である。丸十製パンは、甲州市、旧演山市出身の田辺玄平が、1901年に、渡米して、現地の製パン法を習得したことから始まる。アメリカで学び1910年に帰国するも、当時日本は冷蔵庫がなく、生イーストの管理がほぼ不可能で、資材を投じて、 ドライイーストの研究に励み、1913年に東京下役路門町で食パン製造工場を創設し、大正4年、原兵種を完成させる。この原兵種は、それまで自家培養手法に依存していたパン業界に画期的影響を与える。原兵種を使用することにより、パン種作りの職人がいなくとも、誰でも製パン業が営めるようになり、 同業他社の競争激化が続出することになるが、発明者の田辺は、学校に持ち込み家庭製パンの普及事業を始める。田辺の目的はあくまでもパン食の普及であった。田辺はまた豆かす飯の普及と、玄米パンの普及、改良にも尽力した。日露戦争による、活気研究の向上、また大正7年の米騒動を受けて、大洋食で東京市市長に、 玄米パンを奨励している。田辺の狙いは、玄米パンを普及することによって、活気予防に一役買い、伏せて、パン食を普及しようとするものであった。田辺の一番弟子は、池田三を天宮五十六、前原敏郎、しだらい郎、林光一、平野香みで、彼らは、丸十五女会を発足させる。この五女会の目的は、麻布本店。 赤坂文店の両主人を中心に新製品の開発販売方法の研究、原材料の共同購入、従業員の育成等を志すもので、親睦と共栄をその根本理念とした。彼らは求められると、どこの地方へも出向き新しい製パン法を展示した。この原兵種で作られる食パンは砂糖とラードを用いられ、この方式は現代らが 米国で大得したものでありそれ以前の日本の食パンはヨーロッパ流の塩味パンであった。この大正時代から日本のパンが米国式に変わったのは田辺玄平の指導に追うところが多い。その製パン法を学ぼうと全国から弟子が集まり、その門弟が田辺家の家門を商標に掲げ、全国に広めていったのが始まりとされている。現在は 商標登録制になっており、組合員だけが使える商標である。田辺玄平が、食料問題の根本的解決は、パン食の普及にありと東京下役ロモン町に、アメリカから帰国後、近代的製、パン法と称して食パン製造工場を創設する。その当時掲げたパン食宣伝の三大スローガンとはで、あった。基本的に、丸重製パン店であるが、のれん分けによって、 弟子の死を入れ、丸十製パンや、丸十パン、丸十ベーカリーただ単に、丸二十の家紋を入れているだけの店舗もある。モダンさも取り入れ、丸十という故障や、マージも存在する。店舗ごとに様々である。焼きそばパンや、クリームパンなどの惣菜パンから、フランスパンや食パンなど多種多彩である。ありがとうございます。